脳内おやつタイム2ピロン。気分上々、水蒸気。どうも、タクティスオンデマのタクティスです。コリアンフードをマップが立つ片つむりからパッカパカ課金です。よろしくお願いします。はい、ということでリアクション動画ですね、今回も撮っていきたいと思います。今回はマンジギャル編かな。マンジギャル編ということで盛りだくさんの内容となっておりますと。そやな、濃いな。見ていただけましたか。スズムシが聞こえてくる季節になりましたけれどもその中で真夏の海のリアクション動画を撮っていこうと思います。はい、ちょっとあれですよね、カッパ終わりに近づいてますみたいなことを言いましたけど、言った言った。でもな、もうほんと残り少ないと。カッパ最終章に向かっていっている感じではあるのでね、来年まで見れませんよと。まだ撮ってないんですよね、カッパ。言うそれ。俺言わんとこうと思っとったんやけど、しれーっと終わろうかなと思ってフェードアウト。そう、この動画最後にカッパ出えへんなみたいな感じで終わろうかな思っとってんけど、うん、言う？うやむやにしようって言ってます。もう塗る気なかったね。これで合成しようかな、カッパにね、緑に紛れてどうやって終わろうかなと思ってるんですけど。あかん。どうなんでしょうね。あんま YouTube でないけど、視聴者が見えるとこでうやむやにしようとする YouTuber あんまいないですか。こういうのカメラ外でやった方がいいですし、絶対やった方がいい。だからどうやって終わろうかな。もう寒いし。そうなんよ、寒いし、ぬんどめんどくさいしだからちょっと今悩み中ですと。悩み中やな、はい、そんな導入で今回は見ていきましょう。いきましょう。前回のあらすじからっすね。これね、僕なんだかわかる。これダメバカじゃない。あの、確かにね。おお、そうね、前回は、アイカップ美女に、逆難されるという、ね、進展はないけどな。そうですね、うん。マンジギャル編、マンジギャル編来ました。なんだマンジギャルっていう。暑い、暑いよ。暑かったなこの時。体調とかいろいろあるんですよ。お皿移しまっていい。あのね、これはね、撮影あるあるじゃないけど準備不足っていうね。そうなんよ、認めどもだけど裏側の話なんでね、うん、この時ね、水泳の白キャップ忘れてしまって、洗濯したんよ。で、どうしよう、やばいみたいな。タオルがあったんですよね。そう、タオルがあった。タオルがあってこれしかないと思って、これでこうしようっつって、あ、正面 OK、 後ろ見たらめっちゃタオル出てるみたいな。すごいタオル出てるみたいな、ね、いいねみたいな。そう、後頭部長いカッパなんですよね。ということで、タオル地のお皿になってる。可愛いですね。可愛いですね。可愛いって言っといてくれよ、頼むで。ゆるキャラとしてね。うん、最高。ちょっと、今日体調のあれでお皿がちょっとタオル地っぽくなっちゃってるんですけど、忘れ物とかそういうあれじゃないの。体調ですよ。まあ、コメントで書かないようにね、言っていただければなと思います。はい、来ました。激しい。うわ、濃い濃い。ギャリー、うっさ。ギャルだ。何このポーズ。このこれいいな、これ、 これですよね。海に求めてるものってこれですよ、ね、そうそう、これ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 、すごいよ、うん。補足情報を言うと、この子らは TikToker らしくて、 TikTok の概要欄に載っけとくけど、コメントで「この子らは TikToker です」みたいな、数万人フォロワーおって、たまたまやけど、ただのすげえうるせえギャルだと思ってた。異常にカメラ慣れしてるなと思いましたけど、まあ、めっちゃ喋れるし TikToker だったんだ。まあおもろいから、ね、いいけどな、うん。じゃあ続きいきましょうか。尊敬するわ。すげえな。めっちゃ受けてる。どこ入った。あの、コンプライアンス的に、すごっ。いや、これが難しいねん、これ。そうっすね。全然だったね。無理無理無理。いいよ。切り返しな。急な。急な。あ、いいよ。いや、もう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 。いや、も
いやー、いやー、しかもそのサイズにしなきゃいけない。あ、わかった、リコがね、ありがとうね。ありがとう。自由だな。じゃあ一旦止めさせてもらっていいですか。自由だな、自由だな、いいね、めっちゃいい。俺どこ行ってんで思ってると思うんだけど、実はの話して、別の男の人のところに行って、うんうんうん、兄ちゃん畳んでみたいな、ライフセーバーかなんかのところ、テントをその人たちも持ってきてたし、うん、慣れてるんじゃないかということで、うんうん、別のお兄さん方に頼みに行ったと。こいつはもう使えねえと。もうすぐどっか行きました、どっか行ってすぐっていう一連の流れがあったのよっていうね、このマンジギャルでしたね。マンジギャルやったな。見ていきましょう。やっぱり海はいいですね、すごいたくさんの人と絡めそうで。海といえば、あの砂遊び、皆さんやったことあるんじゃないでしょうか。山を、山、あと城を砂で作ったりするんですけど、パパ君と一緒にやってみたいと思います、うん、こうやってね、手でこうやって集める、そう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 、砂遊びね、ちょっとカメラさん、すいません、あのちょっとトイレいいですか。はい、ごめん、パパ君ごめん、トイレ行ってくる。パパ君さん、ここ、こうしていいですか。そう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 、ちょっと行ってくるね。すいません、カメラさん。あのさっきたくさん水飲んだから、あのトイレ行ってこう。ちょっと待って、カバ君、カバ君、カバ君、すごい、おもろいよこれは。すごすぎ。すごいね。普通の人でもビビるもん。こんな感じか、ね。すごいこれも。どうでしょう。これはめちゃくちゃすごい。こんな才能もあるんですね。やば。隠された力すごいですね。砂遊びおしまいです。びっくりした。5分ぐらいですよ、いい流れ、わかりやすいなこれ。怖がんないの、すごいこと思ったの。もう犬にも猫、ね、うん、人気っていう、うん、人間とは、いいです。人間泣きじゃないか。深っ。急に深い。急に深い。優しい生き物なんだなっていうのがね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。暑さでね、暑さでもうやられてんねん。あ、もう全然もう、あー、この方もね、このお姉さんはほんまセンス良かったな。よかった、よかった、よかった、やらせかってぐらいね、どん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 仕込みなしやからな、これ一切。めっちゃ綺麗。これね、あの逃げないように。めちゃくちゃ早い、めちゃくちゃ早い。あ、ちょっと、大丈夫だよ。あ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、あのー、敏感なところ。この手、敏感なところ。あんまりこう雑に触ると痛い、痛い。一緒に一回あるかないかだから。ありました。ああ、もう本当なかなかいないから。本当にいたんですね。絶滅してるから。いいコメントする。絶滅して復活したっていう。海に住んでるんですか。そう、沼なんだ。いいだけだな。2文字までだったら喋れる。いい会社やな。これ何、売り継ぎです。京丹も売りかなんで、はい、売りですね。2文字までだったら会社質問していただけばね。おもろい。はい、女の子ら。カメをね、はい、カメと同じだよっていう意味の2文字でカメを検討させていただきます。ありがとうございます。ハーレムでございます。スペン止めよ、これは。ハーレムでございます。スペン止めよ、これは。いや、いい流れだな。みんな、街とかだと構えちゃうとか、うん、海とかだとやっぱ積極的に話しかけてくれるし、楽しみに来てんもんな。この人たちもちゃんと欲しい感じで質問してくれたりとかね、一切お願いとかやらせとかなしで、すげえいい時間でしたね。楽しかった。興味を持ってくれるって素晴らしいことやと思う。いや、ほんとそうっすね、うん。この人たちはこういうことにもちゃんと興味持ってね。いや、でも怖いでしょ、これ、普通にね、いたら。怖いと思う。でも、こうやって話しかけてくれる人がいるおかげでこう成り立つ企画ではありますから。ほんまにそう。ありがとうございます。ありがとうございます。見ていきましょう。なあ、来ました。
まあ、チャンネルということでね、はい、皆さんカッパ君これ見てください。これまあ海に行って、これ川、はい、これね、川って言うんですけど、この川の水、どこから来てるかわかります？ねえ、やばいこいつ、もう、ね、めっちゃ汗でハゲてきてるし、カッパ君のお家に、こいつ目いってるもん、繋がってるんですね。薄くなってきてるもんな。どこを開いてるの？はい、終わりですかね。終わりですね。終わりました。なるほど。よかった。まあ、ということで、まあ、最後のあれはカッパくんが沼から川で海に繋がってるんだよっていうところで沼に帰ろうとしてしまうとね、そうホームシックになってしまってるみたいなところで、うん、そろそろ最後の時が近いというところを匂わせているんですね、っていうことですよね。大正解。最後どうしようって話また戻ってくるんですよ。そうそうそう、最後どうしよう、どうしようか。やむよ、そろそろやうやむやにしようかなと。上田くん、やっぱりあんまないから、画面に向かって、うん、うやむやにしようかなはないから。終わり方募集しよう、募集しよう。カッパはこんな風に終わったらいいんじゃないかっていうのはね、これぜひぜひコメント残してください。はい、ということでマンジギャル編こんな感じで終わっていきたいかなと思っております。いいかなこれで。あのいつも毎回カッキン君、うん、これでいいかなって気になっちゃうんだよね。これでいけるのかな。俺もちょっとふざけた方がいいんじゃないのかなみたいな心配になるんです。で心配してるよ俺は、みんなのこと。あなたがやることだよそれ。って行くのも行かないのもあなたが決めること、うんうん、みたいな。みたいな。欲しい、欲しかったらやるよ。いらんかったもやれへんから大丈夫みんなのことが。いやちょっともう見れなくなるわ。キーって言った時、あ計算してやってるんだみんなここで欲しいと思ってるからってやってるんだ、うん、そうなんだって目で見ますよ。終わりそれ。終わりよ。引退引退。笑えなくなるから。パッキン君で笑えなくなる。エンタメじゃないもう。そこまで解説したらあかんよ。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。終わり。 See you. バイバイ。